おはようございます。ハワイとコーナです。爽やかな朝でございます。今日は1月の18日木曜日。風やみましたね。波すごいです。どうやらしほちゃん、おはよう。おはよう。あら、ご飯食べて寝ちゃってるの？朝ご飯食べてお腹いっぱいだから。おはよう。おはよう。ぐぐぐぐぐ。すっごいあなた大きな声でぐるぐる言うのね。太郎の半分の大きさだ、しほちゃんね。えぐる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 。かわいいか。はい、現時刻は朝の9時。もうすぐ9時です。さあ、いや9時回りました。しほちゃん、ちょっとお出かけしてきます。これから今日は1日仕事で、そんでもって、夜はタウンのちょっとエアビーに行きますよ。しおちゃんまたね。ね、またね。そこもにゃんこいるんだって。私にゃんこいるとこしか行かないですよ。よし、では出かけましょう。なんて綺麗なんでしょう。今ね、ちょっと山側に向かってます。ちょっとね、昨日このマウントをガム手を買って修繕したらめっちゃ調子よくなりました。昨日ちょっとなんか下向いちゃってたりとかして、ね、ちょっと失礼しましたって感じなんですけど、今日はね、4つ物件を見に回ります。ちょっと物件動画は後からぼちぼち上げていこうと思うんですが、とりあえず物件周りの&会社に行きの&ちょっと運輸省みたいなところに行きの、あとなんだ、エアビに移動しの忙しい。あとなんだ、サーフィン無理ですね。波なんかものすごいでかいし、忙しすぎて、ね、すごい行きたいんだけど、まあ、どっかのタイミングでちょっとビーチにはちら寄りするつもりです。ね、ちょっと水をの匂いを嗅ぎたいなと、そんな感じで今日も、今日は最高いい天気です。はい、ではでは皆様ご一緒にレッツゴー。はい、本日の1軒目に到着です。物件動画はちょっと別動画でまた後ほど上げさせていただきますね。いや素晴らしい。ちょっと行ってきます。ではでは。お疲れ様です。ちょっと素晴らしい、素敵な素敵なお家でびっくりしました。物件動画はまた後で、アップしますので、ぜひお楽しみに。いやー、いいですね。いいですねって楽しいです。はい、ね、ぜひ皆様も何せつさん日本にいるんじゃ物件ね、内覧ツアーできないのって言うと、いやいやいや、そんなことないですよ。こう来てから急にね、ちょっと来週連れてってっていうのはちょっとあれなんですけど、皆様まあね、メインランドからでも、どこからでも多分こう予定立てるのは結構ね、先ですよね。で、予定が立ち次第ぜひ、連絡をください。いついつ行くのでね、案内してくれよというふうに言っていただければ喜んで、そこ合わせて私も行っちゃいます。喜んで。はい、あー今日はほんと綺麗な朝です。いやー幸せ、幸せっていうか、ただね、なんかすんごいどうでもいいんですけど、まあ、よくないんですけどね、波がすごいんですよね。ものすごい大きくて、しかもずっとの予報なんですよ。波あるのはいいことなんですけど、ないよりは。ただね、ありすぎるんですよ。ハワイアンサイズのこうもうダブルオーバーヘッドぐらいなので、
マジでこう本当にすごいこう危険な、もうスーパーエキスパートじゃないと無理なレベルですね。困りましたよ。あの、私なんてもうとても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 不可能なレベルなんで、そうどうしましょうっていうね。あの、うねりの向きが違うのでオアフの方をね行ったらできそうなんで、ちょっとオアフの出張があるんで、そのオアフの日程伸ばしちゃうかなとかね。でも皆さんオアフのおば散歩とか興味ないもんねそんなことないハワイ島にいろって、はい、とりあえず、2軒目のお家に向かいます。次もねちょっと多分相当素敵だと思いますよ。はい、今、貝南ドライブを過ぎて、あの山の左手、これ松山さんですね、松山ストア。ではでは続きます。2軒目に到着です。いやいやいや、ここもちょっと素敵な予感ですよ。いっぱい人来てますね。お、あっちが海です。ちょっと見ていきましょう。物件動画は別で。ではでは。いや、素敵なお家でした。お天気も最高。今日はまだまだ回るんですけど、もう10時半になっちゃったよ。10時半です。そして外食しないぞの私、いったらーん、食べ物にありつきました。今ちょっとかじっちゃってますけどね、サンドイッチとケーキ十分です、これで。 Yes。 ではでは。いや、本当にちょっと素敵なお家でした。見事なお天気、最高です。見事な海岸線。よし、今サンドイッチ食べながらちょっととりあえずダウンに行きます。ではでは、レッツゴー。すいません、今ちょっとサンドイッチ食べてんですけど失礼、せっかくなんで、あ、ごめんなさい、また指入っちゃいました。はい、コストコロードでーす。ヒューヒュー、めっちゃいい天気。うん、すいません、ちょっとサンドイッチ食べてるんで皆様、この素晴らしい景色をぜひご堪能ください。燃えてるのかしら。
何かしら。いやそうね、あの木曜日はそんなわけで、あれここなんかやってんのかな。あ、いいや、もうちょっとハイウェイ出ちゃいますね。ここもしかしたら、塞がってんのかな。行けたのかもしれないけど、まあいいや、ハイウェイに出ちゃいます。そうそう、木曜日は、私ね、そんな、ブローカーのキャラバンといって、まあ、こうオープンハウス巡りみたいなのがあって、あのハワイ島のオープンハウスがバーッと結構いっぱいあるんですよ。今日も本当に15個ぐらいあって、そんなにいっぱい回れないんで、ね、4つ5つに絞って回ってるところなんですけど、あの何がいいってね、食べ物にありつけるんですよね。といった感じで、はい。あ、今ね、対向車線のこの青いのが上についてる車、あの日本はね、あの赤色灯ですけど、こっちはあの青色灯、あの覆面ですね、いわゆる。基本はあのほとんどみんな覆面です。覆面なんですけど、こう覆面になってないというか、上に乗ってます、青いのが。はい、まもなくコストコです。まあそんなわけで、アリードライブ経由で行こうかな。はい、ちょっとアリードライブの方まで行ったらまた回します。ではでは。ハンバーグじゃない、何言ってんの。はい、サンドイッチ、サンドイッチ、なんでハンバーグとサンドイッチ間違えるんだろう。サンドイッチを食べます。ではでは、まだまだ続きます。はい、アリードライブ、いやめっちゃいい天気です。昨日とって変わって。こんにちは、金亀さん。ご資格のウェルシーな方いらっしゃいますか。いやちょっとね、仕様であのオアフのあのちょっと宿泊施設もちょっとチェックしてたんですけど、いやなんかもう全然半分なんですけど、半分ってことはないけど、いやでも本当マジで、うん、だって200ドル出せばそこそこのところが泊まれちゃいますよね、オアフだったら。だけどもうこんなんないもんね、そんなのね。もう本当に、いやでも綺麗、いやでも綺麗って、もうなんかすいません、言ってることめちゃくちゃで、いや本当に今日はすごいすごい。これね、多分波がこれしぶきかかっちゃってて、ここね、こんな風にすごいんだと思います。路面が濡れてる、すごいね。外食はしないですよ、しないしない。うわお、来た来た。すごいね、いや最高です、めっちゃ天気。今日はねちょっとこれでジャックさんのところ行きます。はい、ていうか別にジャックさんのところ行くわけじゃなくて、ジャックさんのところを通過します。はい、ジャックさんにあのご挨拶に行かせていただきます。この間ねちょっとここであのここスルーしちゃって大変失礼したんですけど、あれ名前忘れちゃった、やば、なんだっけ、ボブさんじゃなくてダンさんだ、ダンさん。ダンさんね、ここのね、ね、あれいる、え、いるよね、あ、いた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 、はい、いますね。ちょっと危ないお姉さんたち、ここ渡るとこじゃないからね、渡るとこじゃないの、横断歩道で渡ってください。はい、そんな感じでね、なんだっけ、あ、そうそう、ジャックさんにねちょっと挨拶に行きます。行きます行きます。ちょっと待って、レンタカーで、はい、ジャックさんのところ来ました。こんにちは、久しぶりです、ジャックさん。ちょっと見えますね、ジャックさん、お久しぶり、元気そう。
ね、ちゃんとこう右斜め上 43.7 度。いやちょっとね今、私ちょっと動画を止めてたのは、前からあのうわすごいや波すごいねゆっぴゅーすごいわこれやば。はい、あのちょっとすいません今ちょっと若干パニクってるんですけど、なぜなら目の前にこう、ワーゲンバスが走ってきたからですね。はい、失礼しました。ちょっとどこをどうやって編集しようかなと思ってるんですけど、まあいいや、そんなのは。すごいすごい。波すごいね。今私レンタカーなんだけど、釜井の割引できんのかな。できるよね。そうだ、これウィンドウォッシャー液入ってないんだよね。よし、ここに止めたいんですよね。もうあの車突っ込んでくるし。よし、釜井の割引をしてみましょう。できるはず、多分できるはず。でも今、ライセンスとハワイの運転免許証とそれから車で、登録するんですよ。で、1回登録しちゃえば多分滞在中私これできると思うんだよね。ちょっとやってみよう。何事も経験ですね。何事も勉強です。あー、お腹もいっぱいで。よし、11時だからもっさりと。うん、いや、この辺止めちゃおっかな。うん、止めちゃおう。で、ちょっとあれやってみます。見ながら。よし。今ねパーキング登録したんですけどめっちゃ簡単だった。あのライセンスであの免許で登録してるんで番号これで合ってるって言われて、いや合ってないよって思って、新しいライセンス、違うライセンスプレート、ナンバープレート登録してねっていう画面が出てきてそれ登録しただけでした。要するにこう人間は登録されてるから車変更あったら車のプレートの番号を入れてねって、それだけでした。イエイイエイ。というわけでなんだかこれはちょっとここおば散歩って感じですね。なんか天気もめっちゃいいし、ちょっとこっちからわざわざ遠回りしてっちゃおうかなね。今ココナッツグローブのところ、これまためっちゃすごく長くなっちゃうね。でもちょっともう今回は滞在中もなんかあまりこう企画とか立てずにもうひたすらドキュメントしていこうかと思います。でもう適当にアップしてきます。皆さん楽しんでください。いやさっきねあるかなと思ったんですけどマジちょっとビビりましたね。おっさんがいてちょっと思わず私手振ったんですけどね、笑顔で。だって私どんなにひどいことされてもどんなにひどいやつでもやっぱりなんか人に憎みたくないっていうか、うん、なんか普通に幸せになってくださいって思います。ただ私の知らないところで、あの遠く離れたところで幸せになってくれればいいなと思ってます。はーい、いいね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 。いいじゃないですか、ここ。
どうしようかな。アリードライブ出ちゃいましょうか。ね、ここバスケットコートのところ。バスケットコート？違う、バレーコート。もうダメだこりゃ。もういろんなものがダメすぎる。すごいよね、波がほら。やばー。すごいすごい。ほんとすごい。あとでちょっとハヌルズのところ行ってこようかな。どうせね、おっさんは多分ハヌルズで波乗りしてたと思うんですよね。いやーすごいわ。これほんとすごい。ほんとほんとすごい。あ、ちなみにね、皆様ね、例のポーチ。ポーチね。まだ生きてるんですよ。まだ持ってるんです、私。ぜひ、私の滞在中、もう約束してる人はダメですよ。約束してる人はダメで、そうじゃなくて、約束してなくて、あ、せつさんっていう人、せつさんポーチ欲しいって言ってくれれば差し上げます。几帳面にね持ち歩いてますよ。いやすごいわ、本当に波すごい。ザブンザブンいってる。でもね、それでも一応板と、まあ、波乗り道具一式ちゃんとね車にスタンバイしてるんですけどね。でもないね、これはちょっと。でこれからどん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 大きくなっていくんで、多分シュノーケリングとかもちょっともう無理ですね。皆さんやめてください、危ないですよ。うわ、あそこで波乗りしてるしね。すごいすごい、危ないよあそこ。やばいやばい。いやー、はい、というわけでちょっと出かけてきます。はい、やらかしました。これね、コナアリーに来ちゃったんですよ私。この6階7階建てのこれ、アリードライブ沿いにあるじゃないですか。でね、何と間違えたかって、カイルアビレッジ、カイルアビレッジってクアキニ沿いにある6階7階建ての、やらかしましたね、まったく。ああこの忙しい時に。よし、まあいいや、ちょっとおば散歩って感じで、まあしょうがない、そういうこともあるよね。ねんねんねん。いや今日すごいね本当に。あーでもカイルブリッジ行く前に、あーでもどうしようかな、どこ行こうかな、どこ行こうかなとか言って、ちょっと待って、今日時間的にもうあと2個なんですよね。どうしようかな、どっちが先だろう。いやもうすぐそこだからカイルアビレッジ行こう。うん、カイルアビレッジ行って、それからちょっとリースだけど借地権ですけど、コナマカイ行きましょう。ラップアラウンドラナイのねちょっと素敵な、リスティングがあるんで。よし、暑いですね、日向は暑い、日陰はねちょっと気持ちいいですけど。すいませんね、ガクワク言って、暑い、歩きながらシャツを、すいません、なんかもうブツブツ変なこと喋ってて。あーいい天気、お腹もいっぱいだし、さっきも言ったねこれね。はい、だいぶ覚えてきたよこの子。あれ、あの人たちちょっとアジア人っぽいじゃない。何かしら何かしら何かしら。よし、じゃあ次のとこ行きましょう。